私も犬だけは。やっと花園ゆり根の居場所が分かったのに、これでは入れぬ。あ、なんかお困り？あ、魔族のものか。ここに住む花園ゆり根殿を訪ねてきたのですが。我々ヴァンパイア族は犬が苦手での。おお、ヴァンパイア族か。デートは魔獣だから平気だよ。犬ではないのか。どうぞ。あー、お前ら、貴様はこないだの蛇。あなたが花園ゆり根殿か。ええ、あんたのお友達。お主、花園ゆり根など知らぬと言っておったではないか。ぐっ、まずい、ゆり根を仲間に誘いに来たんだ。バカ野郎、どうして案内しちまったんだ。こいつらヴァンパイア族だぞ。人間界でいう反社だぞ。確かに我々ヴァンパイア族は褒められるような生き方はしておりません。ですが仇の方には一切ご迷惑をかけないように努めております。それに我々が行き場のないゴロツキどもの面倒を見てるからこそ、魔族の皆様が安心して暮らせるのじゃ。何さ、自分たちのこと正当化しちゃってさ。ゆりね、こいつら人間の血を集めるために偽の献血センター作るような悪いやつだぞ。さっさと追い出しますの。ちょっと、あんたさっきからお客さんに失礼でしょ。私のこと知らないって嘘ついたり、なんか怪しいわね。じゃあしんちゃん、種族がどうとか気にするタイプでもないだろ。たった今そういうタイプになったんですの。それで私にどんなご用で。はい、申し遅れましたが、こちらヴァンパイア王国の姫エキュート様でございます。よろしくな。私はお世話係のアトレ。実はユリネ殿にお願いがあって参ったのです。姫様、ご説明を。お主は人間のくせに悪魔を従え、天使も手なずけるそうだな。ヴァンパイア族の間でちょっとした有名人だぞ。え、よ、有名人、煽るなよ。そんな有能なお主にヴァンパイア族の王である父上が興味を持ってな。どうじゃ、わらわたちの仲間になる気はないか。ない、仲間になどならないね、ユリネ。王は望むものは何でも揃え、最高の待遇でお迎えしたいと仰せであります。だからならねって言ってんだろ。帰れよ、仲間になんかならないよな、ユリネ。映画や漫画に出てくるかっこいいヴァンパイアに私が。やべえ、興味持っちまった。ミノスもなんとか言ってくれよ。ユリネがヴァンパイアの仲間になったら困るだろ。そうだな、不死になってずっと友達でいられるからいいかも。もしかして、いかにもヴァンパイア的なかっこいい衣装も用意してもらえたりするのかしら。もちろんです。そう、阻止すればユリネがヴァンパイアになるのを何としても阻止しなければ。考えろ、考えるんだ。ダメだ、考えすぎて頭がチリチリを通り越してチリチリしてきましたの。うーん、